はい、皆さん、毎度毎度。はい、ベル先生ね、コメント返しね、今更ですが、アルミノのクオラインはいいですよ。外人にも使いやすいようです。外人って言うとアフリカ系のアフロのことかね。アフロってさ、本当にボールペンの中に入ってるバネってあるんじゃない？ああいうさ、くせっ毛なんだよね。あのぐらい細かいのね。これ、その子ね、最近染めてるのよ。染めてるとね、非常に毛が切れやすくなるね。その子ね、モノエタノールアミンが入ってないね、ミルボンの、ネオリシオのもう SH で根元だけ塗布してね、で毛先はしっかり濡らしといてね、で毛先中間、とにかくジョイント部分をなるべくつけないようにしてね、もう切れやすくってね。クオラインは使ったことないけど、昔アリミノの縮毛矯正剤使った記憶あるよね。まあ今度時期見てね、ちょっと情報を集めて、モノエタノールアミンが入ってるか入ってないかね。入っていたらまたそれなりに使ってもいいんだけどね。だからミルボンがね、今モノエタノールアミンが入ってないんだよね。そんでモノエタノールアミンが入ってるって、なんかね、モノエタノールアミンが入ってるとね、なんか強い気がすんだよ。 それ入ってんのがナプラのフェーブだっけ、あれの SH 使ってんだけどね。まあそれもね、ちょっと飽きてきたからね、アルミノのクオライン、モノエタノールアミンが入ったらね、まあちょっと使っても面白いかなって、今ちょっとふっと思って。まあアルミノはね、いくらでも入るから、うちのね、ディーラーの関係上ね。買ってもチオグリコル酸系だね。システミンが入ってるやつは、じゃあなるべく使わない。手が荒れるし、あんまりいい思い出ないんだよね。システミンが入ってるとね、取りやすかったり、今、いろいろ血をとか混ざってるからどうなんだかわかんないけどね。ちょっとね、ベル先生に言われてね、昔のことを思い出して、ちょっとアルミノのホームページ調べてね、クオラインもちょっと調べてみたんだよ。ちょっと気になりだしたから、まあ多分買ってみるよ。文句言うのはそれからだよ。使ってみなきゃわかんないんだから、何にも言えないんだもんね。はい、いろいろありがとうね、ベル先生ね。はい、お疲れ様でした。